今回はですね、久しぶりにソロキャンプにやってきました。人はちょっといたりするんですが、キャンプをしている人っていうのは僕だけです。まだね、今時間としては昼の1時とかそれぐらいなんで、まあ、ちょっとね、こういうすす掃除とかやっときましょうか。ティッシュしか持ってませんが、ティッシュでも十分落ちそうかな。なかなかね、こういう機会がないと、こういう手入れをしたりっていうのはないので、だいぶ綺麗になったんじゃないかな。あんまりですね、僕は買って良かったものとか発表したりしないんですけど、このね、デイツのランタンに関しては本当買って良かったものに入るんじゃないかなって感じですね。ランタンってね、いろんな種類がありますけど、大きさもまちまちで、このね、これぐらいのちっちゃいランタンってのももちろん、2つぐらいあったらいいなと思うんですが、大は小を兼ねるということで、以前これを買いました。やっぱりね、なんて言うんでしょう、こう机の上とかにあっても存在感が違いますよね、この大きさ。それでは何はともあれ食べますか。さあ、じゃあいただきます。最近ライブ配信でね、こうソロキャンプの時の楽しみは何ですかというようなお話もあったんですけど、やっぱり僕はね、こういうなんか好きなものを食べて、好きな時間を過ごしてってできるのが一番楽しみですよね。楽しみというか醍醐味ですかね。あー、うまい。今日ね、あんまり虫はいないと思うんですが、虫除けでね、森林粉を持ってきてます。この足元に置くという感じで虫除け対策をしてます。蚊が飛んでたりする雰囲気もないんですけどね、まあ一応ということで。もうね、見てる方は刺身が食べたくなるようにアップでいきます。アップでキャンプと刺身は相性が抜群なんですよね、個人的に。今日はね、カメラが新しくなって初めて、来ました。初めてキャンプに来て、ここはね、いつもホームタウンみたいな感じで使わせてもらってる無料のキャンプ場なんですけど、一時ね、ゴミが本当すごかったんですよ。で、ゴミを拾いましょうみたいな動画をアップしたりもしたんですけど、久しぶりに今日来た感じだとゴミがないですね。それはすごいいいことだなと思います。僕がやったからどうこうってわけじゃないでしょうけど、でもなんかね、ゴミを捨てる人が少なくなってるのは、いいですよね。その分無料で使わせてもらえるのも、期間が延びるというか、ゴミだらけになったら絶対こういうとこって閉鎖されますからね。そういうなんか役に立つ動画をね、作りたいですよね、やっぱり。こういうものをですね、焼いていこうかなと思います。安いけど美味しそう。なんか脂身も結構あるんで、脂身のところは省いていきましょう。
ただいてみましょう。柔らか。おいしい。さあ次なるご飯はですね、かっぱ巻きです。もうね、結構暑いんで、こういうね、さっぱりしたものがいいですよね。なあ、美味しい。なんかね、こういうさっぱりしたもの、暑いからさっぱりしたものが欲しいとか、おじさんみたいなこと言ってて、なんかおっさん臭いこと言ってるなと思って、気がついたらね、リアルに普通におっさんだったっていうのはね、ちょっとショックを受けますよね。普段ね、自分の歳とかあんまり気にしないから、ああ、もう普通におじさんだなっていう感じがしますね。